本日ご紹介するギターはこちら TSK K3 というモデルになります。この TSK 皆さんもご存知、あの G アルフィ坂崎幸之助さん、そして日本を代表する高級志向メーカーテリーズテリーの創業者テリー中本氏とのコラボモデルになります。坂崎さん、いつもありがとうございます。こちらのモデルは2005年に製造され、今は生産されておりません。市場にはめったに出回らないかなりレアなモデルです。ですので坂崎さんファンの方、テリーズテリーファンの方には見逃せないギターです。一体どんなギターなんでしょうか。これから皆さんと一緒に見ていきたいと思います。そしてプライスのことを少しだけお話しします。こちらの当時の新品価格59万4千円です。しかし約20年前でこの価格ということは今でしたらもっと高いです。ちなみにテリーステリーで同じ仕様で作った場合150万円以上はします。しかも納期は4年です。では今回こちらのモデル一体いくらになるんでしょうか。動画の最後ではプライスも発表します。ぜひこのモデルをお探しだった方、坂崎さんファンの方、ご予算に合うようでしたらお早めのお問い合わせをお勧めします。このチャンネルはこういった価値のあるギターを紹介するアコースティックギター専門チャンネルです。今アコギを探しの方、アコギが大好きだという方、これからもたくさんのギターを紹介しますので、お見逃しないように今のうちにチャンネル登録しておいてください。ではこのギターのスペック、コンディション、サウンド、プライス、ご購入方法をギュッとまとめてお送りします。ボディケージはオーディトリアムサイズ、マーチンでいうトリプル OM サイズに近い小ぶりなボディサイズです。一般的なドレッドノートと比べてみます。小ぶりなサイズが分かりますでしょうか。薄さもこれぐらい違います。小柄な方やドレッドノートはもう肩が痛くてさっていう方にも大変取り回しのいいサイズです。カラーはヴィンテージナチュラル、この濃いめのカラーがすごく渋いですね。トップストカスプレスいかがでしょうか。厳選された目が整った綺麗な材を使用してます。サイドバック、インディアンローズウッドです。こちらも厳選された大変美しいローズウッドです。このまっすぐな真鍋、とても綺麗です。もちろんボディはオール単板です。ネックマホガニーとメープルの3ピース、シバンブリッジはエボニー、スケール 650mm、 ブレーシングノンスケロップデックスプレーシング、ナット幅約 43mm で、シェープは薄めの V シェープ、太いネックが苦手という方やバレーコードを握り込みで弾く方にも大変弾きやすいネックシェープです。では装飾を見ていきましょう。ペグはテリーズテリーでも標準で使われる5等のゴールドペグ、精度がめちゃくちゃいいんです。ヘッドには TSK のロゴと、トリムにはインレイ装飾が施されています。とても豪華です。ポジションマークにはおなじみのスターインレイとキャッツアイ、ブリッジサイドにもスターインレイが入ってます。オリジナルシェープの別光柄ピックガード、ロゼッタ、ボディトリムにインレイ装飾、バインディングには全てメープルを使用してます。インナーラベルには坂崎幸之助さんとテリー中本さんの直筆のサインが入っています。本家テリーズテリーに引けを取らない素晴らしいクオリティです。では気になるのがコンディション、まずマイナスポイントから。ボディの下、この辺りに小さな打痕傷があります。ボディエンドにピックアップの取り付け跡がありますが、今は綺麗に埋められています。その他多少の小傷や使用感は見受けられますが、目立つような大きな傷、ダメージ、リペア歴はありません。製造から20年近く経った個体と思えば大変綺麗なコンディションです。フレットは7割以上残っておりまして、透明リフレットに必要性はありません。ネックのコンディションも抜群です。まっすぐで元置きもありません。トラスロットにも余裕があります。弦高は12フレット6弦側、約 2.5mm、 1弦側で 1.8mm と標準の高さにセッティング済みです。サドル段もまだありますので、お好みで弦高調整が可能です。以上の内容から、外見のみならずプレイビリティも大変良好な個体です。いくら高級ギターでも、このプレイビリティ、演奏性に問題があれば決していいギターとは言えません。そのプレイビリティに不安を感じる方、
過去に通販でギターを買って失敗した、遠方の方で試奏せずに買うのが不安だという方にも安心してご購入いただけます。私が自信を持っておすすめする TSK です。ではサウンドレビューです。坂崎さんとテリーさんのこだわりが詰まったこちらのモデル、一体どんなサウンドがするんでしょうか。ぜひお聞きください。どうぞ。ありがとうございます。いかがでしたでしょうか。さすがテリー中本氏監修だけあって素晴らしいサウンドですよね。では少し解説をします。まずこの低音から聞いてください。
いかがでしょうか。これだけ小さなボディサイズに関わらず、これだけの低音です。しっかりなってます。さすがにですね、ドレッドノートと比べますとやや控えめなところはありますけども、それでも十分な低音です。そして中高音です。キラキラっとした美しいサウンド、そしていつまでも鳴り止まないロングサスティン、よく聞いておいてください。いかがでしょうか。ローズウッドならではの美しい中高音、しっかり鳴ってますよね。さすが純国産だけありまして、低音から中高音にかけてのバランスの良さ、そして1音1音の粒立ち、シャッキリ感、音のけの良さ、さすがメイドインジャパンのクオリティです。こうして弾いてみますと、本家テリーゼリーに決して劣ることがない素晴らしいサウンドだと思います。そして弾き心地もすごくいいですね。このボディサイズが OM トリプル O サイズということもあります。ボディ圧も薄いです。それによって肩がめちゃめちゃ楽ですね。ナット幅も約43ミリで、薄めの V シェイプということもありまして、日本人の体型に合ったすごく弾きやすいギターだと思います。皆さんがこのギターを手にしたらどんな曲弾いてみたいですか。やっぱりこんな曲弾いてみたいですよね。ではカポタストを指定します。坂崎さんと同じゴムのカポタストです。そしてやっぱりあれが弾きたくなっちゃいます。といった感じで思わず歌えなくなってしまう、そんなギターです。あまり歌うとですね、アル中の方に怒られてしまいますので、これぐらいにしときます。あ、ちなみにアル中というのはですね、アルコール中毒のことではないです。アルフィーさんの熱血なファンの方のことをアル中というらしいです。これ私も最近知りました。決してディスってるわけでもないです。アルフィーさんにそれだけ酔っちゃってるっていうことですよね。ぜひですね、アル中の方、坂崎さんの大ファンの方、テリーゼリーがお好きな方、ヤマハがお好きな方にもおすすめしたい、そんなギターです。ぜひこのギターにまつわる思い出話、今日の感想、ご意見、俺 TSK 持ってるよとか、本家テリーゼリー持ってるよとか、そんな方ぜひコメント欄にシェアお願いします。どんなコメントが来るのか楽しみにしてます。ではプライスの発表です。こちら2005年製 TSK-K3 価格は49万5000円税込みでのご提供です。
かがでしょうか。めったに出回ることがないかなりレアなモデルです。ファンの方には欠かせないモデルではないでしょうか。ぜひこのギターをずっとお探しだった方、今回の動画を見て心が震えた方、何度もお伝えしております、ギターも人と同じで一期一会、ぜひこれを機会にご検討してみてはいかがでしょうか。ご購入のお問い合わせ先は当店の LINE、メール、お電話で受けたまります。このギターには純正のハードケースが付属します。お問い合わせお待ちしております。ということで本日の動画いかがでしたでしょうか。ぜひ動画の感想ですとかご意見がありましたらコメントいただけますとすごく嬉しいです。そしていいねの高評価ボタン、チャンネル登録もポチッとお願いします。皆さんにお知らせがあります。当店はオットリーヤ公式 LINE 好評配信中です。このオットリーヤ LINE では当店に入荷したギターを優先して配信してますので、今アコギをお探しの方、アコギが大好きだという方、ご登録をお勧めします。ご登録方法はこちらの QR コード概要欄にございますのでチェックしてみてください。もちろん登録費用は0円です。ということで本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。当店にはまだまだ販売を控えているギターがたくさんあります。ここ以外にもまだまだあります。この中に今あなたがお探しのギター、憧れだったギター、夢だったギターがあるかもしれません。今後のオットリーヤチャンネルを見逃しないようにぜひ楽しみにしておいてください。特にこの4月5月はバンバン紹介してきますので楽しみにしておいてください。ということでまた次の動画でお会いしましょう。本日もご来店ありがとうございました。